何も問題ないか。友よ、神のご加護を祈っている。宮廷に用があるのか。市長が通常の法的な問題に煩わされることはない。こっちに行ってこい。そうか、ちょうど空き家がある。素晴らしい。これが新居の鍵だ。喜んでお手伝いする。ゴールドさえあればいろいろな改装ができるよ。室内装飾ガイドに購入できる装飾の説明が書いてある。忘れずに読んでおいてくれ。さて何を買うかな。承知した。手配しよう。次に家に来た時には改装が済んでいるようにする。他に買いたいものはあるか。承知した。手配し、他に買いたいものはあるか。承知した。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 手配しよう。次に家に来た時には配送が済んでいるようにする。他に買いたいものはあるか。結構だ。家の装飾を買う気になったらまた声をかけてくれ。ソリチュードへの協力は忘れない。気持ちのいい日ね。用が終わりなら失政のファルクファイアビアードを通して首長の権限に基づきアーフィンガルの従氏の名を授けるわ。おめでとう。家を守るために専属の私兵と役職を示す記章となるこの武器を授けます。それに新しい肩書きを衛兵に知らせるわ。今からはただの庶民ではありませんからね。お元気で。ソリチュードと夫に祈りを。愛する夫のトリグが亡くなって首長という重要な地位を引き継いだの。質問なら失政にお願いできるかしら。信念を貫き通すのよ。トゥリウス将軍はこの戦争に勝利するでしょう。インペリアルは信頼できる商売相手で、スカイリムにとって商売は有益だ。
何かご入り用ですか、獣士様。市長はあなたを要塞にとって重要な存在だと認めたのよ、英雄としてね。獣士は名誉ある称号で、働きが認められると授かるものなの。衛兵隊にあなたの正体を告げたら、見て見ぬふりしてもらえるわよ。獣士であるあなたに仕えることを誓うわ。すべての力と命を持ってあなたを守ります。それじゃ。何かご入り用ですか、獣士様。